一休さんは、日本の前奏、一級奏順の子供時代の説は、一級突などをもとにした、テレビアニメである。1975年10月15日から1982年6月28日まで、ネットテレビ系列で、全296話が放送された、中央児童福祉審議会推薦番組、制作は、東映動画。初期には、 日本船舶振興会の単独提供番組で、間には山本直澄作曲、火の用心の歌を用いた CM がオンエアされていた。当初は水曜19時30分20時に放送されていたが、水曜スペシャルの編成に伴い、半年後に月曜19時30分20時へ移動した。末期にはハウス食品の一社提供となり、提供読み上げは増山英子が担当した。 1960年代以末に日本の民話をアニメ化する企画がこのアニメの原案である。その際、他の物語が数話があったが、最終的にこの物語に決定した。しかし、衣装の古さや仏教色の強さなどから作品が日の目を見るには、本放送期間並みの年月を要することになった。ゼンデラの暗黒寺を舞台に一休がトンチを使って、 身の回りで起こる様々な問題や事件を解決していく。登場するキャラクターをユーモア豊かに描きつつも南北朝の騒乱さめやらぬ混乱した時代背景を織り交ぜて展開する。なお、大半の期間は一級の事件解決の痛快さが売り物だが、初期については南北朝の動乱直後の問題の深さゆえに失敗する話や伊予の壺と会えずに悩む話など、 通快とは言い難い話もある。また、一級が武家同士の利己的な戦乱に蹂躙される、庶民の姿に心を痛めたり、同じく将軍の命に忠実に従って出陣する、新右衛門を複雑な表情で見送るなど、トンチ話の枠に収まらないシリアスな描写も見られる。中期以降は、トンチ話の主がつきて、古今東西の物語を翻案したエピソードが多い。番組初期の第二十話で、 一休の母親、伊予のつぼねの、あなたは、父も母もないという厳しい言葉に衝撃を受けた末に、一休は、琵琶湖へ身を投げる。第21話の冒頭で救われるが、本放送では時間帯が移動しており、かつ特別番組の放映で、第20話と、第21話の間が数週間開いていた。最終回は一休が暗黒寺を去り修行の旅に出る、話で、 レギュラー登場人物一同が別れを惜しみつつも、一休の旅の無事を祈るという設定である。ハッピーエンドの結末であるとともに、一休の子供時代の終わりと成長そして構想への道を暗示した内容となっている。アイキャッチでは、寺の消防図たちが口々に、一休を呼び、一休が、はーい、慌てない慌てない、一休み、一休み、と答え、フェードアウトして、 CM となる。各回のサブタイトルは第9.44。最終回以外はすべて〇〇とというパターンで統一されている。各話の終わりに座禅を組んでいる一休が、さよちゃんの呼びかけに応じて目を開け、はーい。面白かったじゃあねーとのセリフを言うエンディングで話が締めくくられる。これは、虎や橋の話など、ユーモアのある笑い話系ではこの終わり方で。 政治や人権、道徳に関するシビアな話、または感動系の時には、はーい、どうだったジャーねーに変わる。なお、このエンディングは、最終回では行われていない。ただし、第1話と第2話では、前半のアイキャッチのバックは太陽のみ、また、消防図たちの呼び声に対する一級のセリフが、第1話では、慌てない慌てない、一休み一休み。 第2話では、慌てない慌てない、私は一級。一休み一休み。後半のエンディングでは、さよちゃんに対する一級のセリフは、第1話では、はーい、これでおしまい。また見てねえ、第2話では、これでおしまいの前に、今日はが入っていた。また第74話のみ、外観おしょうがとんちを考える話で、その回は戦術の CM 前のアイキャッチ、慌てない慌てないも含めて、 外観を賞が務めた。その際、表示されるタイトルロゴも本来のものとは異なっていた。このほか第143話では、足利義満がアイキャッチを担当している。最高視聴率は1976年3月10日、放送分の27.2%で、関西地区では最高視聴率42%を記録した。しかし末期には、 視聴率が10%を下回ることも出てきた。これについてテレビ朝日編成部は、イジワルバーさんに食われたことも確かと認めた一方で、7年も続いたので今が潮時ではとも話している。このアニメは、日本国外でも放送された。特に仏教国のタイでは、教育的な内容から好まれ、ドクタースランプアナレちゃんや、ドラえもんが放送されるまでは最も人気のある。 アニメだった。中国でも人気があり、孫慶聖が歌った、主題歌が100万枚を超えるヒットになった。2006年7月からは、ハワイの日本語ケーブルテレビ局、日本ゴールデンネットワークで、英語字幕付きで放送されている。東映ビデオから、本作を収録した VHS ビデオが1987年から順次発売された。また、2005年には、 ビクターエンタテインメントから一級とイオのつぼねとのエピソード回を収録した DVD 一級さんカーウ上様シリーズ全5巻が発売された。テレビアニメの放送と並行し日報出版社からテレビアニメ制作スタッフによる単行本コミックスが発行された。また小学館の学習雑誌で漫画版も連載された。作者は吉田正。 小学館の学習雑誌の漫画版について、当初はアニメとのタイアップ作品であったが、開始から2、3ヶ月後には、トンチの一休さんと解体し、テレビアニメ作品とは無関係の作品として描かれている。吉田はその理由をテレビアニメのスポンサーからクレームが入ったらしいと説明している。また、2012年6月30日に、富士テレビ系列で放送された。 スペシャルドラマ、一休さんでは、原作の名義が本作を制作した、東映アニメーションとなっているほか、本作で一休の声を演じた、藤田敏子がナレーションを担当した。このアニメではたびたびトンチ勝負や様々な問題のために、一休がトンチを使って解決させる。トンチを働かせるときには、まずあぐらをかき両手の人差し指をなめ、その指で側頭部に2回ほど円を描いてから、 結果不ざで座禅し、ポク、ポクという木魚の音をバックに瞑想する。その後、ひらめいた時にはチンというふ仏ずの音とともに、一休は、これだ、と目を見開く。何も浮かばない時には一休は、瞑想をやめ、ダメだ、とため息をつく。細部は省略されることもある。 一級以外のものが同じことをする場合は、音が変だったりして、失敗したりすることが多い。例えば、新右衛門の場合は、木桶の底を叩いたような音が、奇境屋や、将軍の場合は、たらいに水滴が落ちたような音がする。トンチ勝負の出題時には毎回、出題者が、そもさんと問い、回答者が、切羽と返し、何時に問う。で、始まる問答が入る。エンディングでは、 その回の出演した声優全員はクレジット表示されず主役クラスの声優のみ表示されその他の声優は協力青2プロの表示で統一されていた系列は放送当時の系列 Amazon.com の有料動画配信サービスである Amazon ビデオで全話が配信されている YouTube では東映アニメーションによる第1話テルテル坊主と 小僧さんの無料公開が行われている。一方2018年12月13日から2020年1月14日12時まで残りの295話が1ヶ月交代で分割して公開されていた。配信期間は次の通り。なお配信されているオープニング映像にあるプロデューサーと制作のクレジットは1975年10月当時の ネット表記ではなく1977年4月以降のテレビ朝日表記になっており、また冒頭には初回から中央児童福祉審議会推薦がクレジットされている。これに対してアイキャッチに種類は戦術の通り当時のバージョンをそのまま使用している。東映漫画祭りの一本として公開されている。2014年4月30日に中国で 公開の聡明的一級劇場作品。原作の味をそのまま表現すべく、本作の作画監督を務めた日本の石黒一区も参加。1997年での一級役、中国語吹き替えを担当した王明燕つも起用。明朝のいたずら王女、玉蘭がトンチ比べのため日本に来るという内容。中国では1983年から、 日本版アニメを放送しており、中国で最も愛された日本のアニメとして親しまれてきた。ありがとうございます。